前半13分です。ジェルビーニョ、いけるか、裏のスペースを狙う、いいボールですね。シュート、先制、バルバ、インテルから先にゴールを奪います。素晴らしかったですね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを高めてたんでしょうね。なので自然的にボールコントロールもシュートもうまくいったということじゃないでしょうかね。コルネリウス、今シーズン初ゴール。さあ逆サイド、さあカウンターのチャンスになります。越えた、どうする、シュート、ルカク、あと少し、一人で行く、スルーパスを出す、アレクシス・サンチェス、こういう形ですよ。ボールが上がる、あっと出てきた、いやーこれよく止めましたね。とボールは抜けるか、中央へ、シュート、バンドレバ、ブロゾビッチ、ブロゾビッチから左へ上げる、どうだこのシュート、フリーキックのチャンス、ここで追いつければ試合の流れ変わるかもしれませんよね。直接か、まあ距離があったのでしょうがないですけども、インテルが最終ラインまでボールを下げる、一気に縦へのアーチ、サイドを変えた形、シュート、シュート、インテル、パルマとしてはこのまま終わりたいとこですよね。そうですね、もう時間が過ぎるのを待つだけですね。中で味方の選手が待っている、レフリー試合終了のホイッスル、1対0。